はいどうも、こんにちは、ヒカルです。今回ですけども、ヒカルゲームズを生まれ変わらせようと思います。もうめちゃくちゃこれ緊急での発表なんで、詳しくわかんない方は概要欄の方に一本動画貼ってるんで、それを見てからこの動画できれば見てほしいんですけど、まあ、簡単に説明すると、友達の YouTuber でヘラヘラ三重師っていうのがいて、そこのアリシャンっていうリーダーの方がネイルサロンとかをやってるんですよね。でもまあ今回コロナの影響もあって、ずっと赤字が続いてると。毎月1000万の赤字が続いてるっていう中で、まあ、何かできないかなっていう考えになった時に、皆さんやっぱり今暇してると思うんですよ、多くの方が。でみんなを楽しませながらお金を生み出すことができれば一番いいなっていう結論にたどり着いて、それだったら俺もちょうどゲーム実況やってなかったし、まあこのヒカルゲームズって2年ぐらいやってね、僕捨てたじゃないですか皆さんのことまあ言い方悪くすると、それもあってちょっと心苦しい気持ちがこれぐらいあったんですよね。俺もやっぱめちゃくちゃ大金を稼いでいく中で、ヒカルゲームズのファンたち今頃何してるかなっていうのを考えながら大金稼いでたんですよ。で今になって戻ってきました、ありがとうございます。で、このチャンネルを使って動画をたくさん出すことで、その収益をすべてヘラヘラ三重師に渡すということができればいいんじゃないかということで復活したいと思います。これ期間ですけども、最低でも、まあ、自粛が解除されて、アリシャンっていうヘラヘラ三重師の子がやってる店舗のラビーっていうのが通常通りオープンしてうまく回り出すまでは、このチャンネルで毎日ゲーム実況動画を配信していこうと思います。で、出るメンバーなんですけども、まあ、もちろん僕が出ますよね。プラス、ヘラヘラ三重師のメンバー3人いるんですけど、アリシャン、サオリン、マリナっていう3人。で、あとはまあ、マヤスさんもちょくちょく出たりとかするかもしれないし、他にも何かしら特別ゲストみたいなのが、まあ、助っ人で出てきたりとかするかもしれないんで、一つ何か盛り上がる YouTube のコンテンツが生まれるんじゃないかと思ってるので、ぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。まあ、いろいろね、言われる方あると思うんです。このヒカルゲームズを怪我しやがってとか。俺のもんなんで、怪我すもなんもあれへんねん。俺のもんや、これは。それにな、もう十分怪我した俺は、このチャンネルを。十分怪我したから、もうどこまでも汚れていく、このチャンネルは。金にまみれていく。きっちり金を稼いでいく、このチャンネルで。で、その結果、このチャンネルの動画を見て楽しむっていう人がいて、で、その収益が誰かを救えたら、それでいいじゃないかっていうことなんでね。もう叩くなら僕のこと叩いてください。むしろ、盛り上げてほしいですね。もしかしたらこれきっかけでヒカルゲームズ完全復活っていう可能性も 2% ぐらいはありますよ。ほんまにね。2% ぐらいあります。ヘラヘラ三重師の期間限定のあれが終わったとしても、もしかしたらね、楽しかったらゲーム実況ってなったら俺やるかもしれないんで、そこに期待してほしいなって思います。だから次回からは僕だけじゃなくて、そのヘラヘラ三重師のメンバーと一緒にゲームを楽しもうと思います。で、どんなゲームしてほしいかっていうのをコメント欄とかで言ってくれると希望が多いやつはするかもしれないです。まあ基本的にはマリオとかね、あとまあ今で言ったら動物の森とか、あとまあ他にもなんか今流行ってるやつ、なんか面白いやつあれば、そういうのもやっていきたいなとか、結構頻繁に更新しようかな。1日まあ目標は3から5本は更新したいなと思ってるんで、ちゃんとしたレベルのものをそれぐらいは、もちろん編集とかしないですよ。めんどくさいんで。で、企業案件とかも受け入れたらなと思うんで、企業様、どうか企業案件を振ってきてください。そんな感じでね、明日からですかね。まあ、今日か明日ぐらいから、ヒカルゲームズ、再始動ということで。まあ、名前は変わります。さすがにヒカルゲームズのままいかないです。ヘラヘラゲームズになります。ヘラヘラ三重師と合体するんで。ヘラヘラゲームズとして、しばらくの間、このチャンネル楽しんでいこうと思うので、皆さんね、温かい目で見てください。で、皆さんが見てくださった分の広告収益っていうのは、すべて、ラビーの店舗で、普段仕事されてる30名ぐらいね、従業員の方いるんですけど、その方たちの元に行くことになったりとかするんで、直接僕自身に来るっていうわけじゃなくて、まあ、本当にコロナでね、仕事がなくなった人の元に行くと考えてもらったらいいんで。で、それでまあ最終的にどれが稼ぎましたみたいなのもね、発表できたら、まあ、皆さんも一緒に楽しめると思うんで。まあいろいろ祭りのように楽しみましょう。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。